こんにちは。基盤インターナショナルの小林です。平成28年度登録販売者山形県の試験が終了いたしましたね。都道府県別の試験結果について見ていきたいと思います。まず試験は8月の31日に行われました。合格基準は総合得点120点のうち7割以上かつ各項目の得点が4割以上必要となってくるものです。今回の山形県の試験結果は受験者数329名おりました。そして合格者数163名ということで合格率 49.5%、 ほぼ半分の方が合格しております。例年に引き続き高い合格率となっておりますね。どういった問題が出たのでしょうか。一つだけピックアップしてみます。問1ですね。医薬品の本質に関する正誤問題です。まず A、 医薬品は多くの場合人体に取り込まれて作用し効果を発現させるものである。はい、これは正しい文章ですね。B、 医薬品は人の疾病や診断、治療もしくは予防に使用されること、または人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする。これも正しい文章です。そして C ですね。はい、一般用医薬品は医療用医薬品と比較すればリスクは相対的に低いと考えられるが、科学的な根拠に基づく適切な理解や判断によって適正な使用が図られる必要がある。これももちろん正しい文章ですね。そして D、 一般用医薬品には製品に添付されている文書、こちら添付文書や製品表示に必要な情報は記載されていないということで、これは×ですね。記載されておりますということで、正誤ですね。はい、ということでこちら選択肢の中で、正誤ということで、この4番が正しいものとなっております。ということで正解は4番でした。はい、皆さん結果はいかがでしたでしょうか。試験の感想等もお待ちしております。登録販売者の試験勉強、これから来年の分される方、それからまた再チャレンジされる方、こちらの講座おすすめです。アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座は、スマホ等でも見れる e ラーニングの講義になっております。文系にも分かりやすいよう、難しい言葉も分かりやすく言い換えて解説しております。まず基礎コースがあります。こちらは基礎的な内容にプラス例題と解説がついてますね。それからアドバンスコース、こちらは過去問の解説を中心に行っているものです。そしてこの一番下はこの上の2つをセットにしているようなコースになっております。そして、得点ありますね。すべてについている得点です。合格保証と返金保証がついておりますので、詳しくはこちらとなっております。また、アフロ先生の講義ですね、インターネットで視聴することも可能となります。無料となりますので、ぜひそれも、試してみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。